皆さんこんにちはアークハウスチャンネルですこの写真はですね、えっと、カフェでちょっとお茶をしましたけれども、えっと、ここからですねアマゾンの世界に入っていきたいと思います。モンキオコクビガメモンキオコクビガメそれからイグアナグリーンイグアナですねそれからコモンマーモセットアルマジロ。 こういったものがですね、一つの空間の中で共生共存して生きています。あのせあの展示してあります。まあ、最近の水族館とか動物園は、まあいろんな生き物を自然界に近い形で表現するというのを結構やってるケースが多くて、ここもですね、まあ、そんな形で猿とカメと魚とそれから植物とアルマジロのみたいな動物、まあ、イグアナみたいな感じでですね、あの うまくこう展示されてますねまあ結構こういうのが楽しいなというふうに思いますね結構ここにはうまくあの 我々も飼育をしているとです、ね、いろんな生き物を共存させたいと思いますけれどもなかなか魚と亀と動物とっていうの難しいと思うので、まあ、すごく勉強になるしまあかなりですねここはあの管理がなされているからできることだと思うのでやっぱり素晴らしいなというふうに思いますねコモモンマーモセットとかわいいですねねこういう、ね、それからこの空間の中で一番素晴らしいのはですねこのパンタナル 世界ですね。映像、あのプロジェクターによる映像と水槽をこう融合させた感じですごく綺麗なんですよね。で、この水槽の中のこの展示も素晴らしいですね。まあ、ここにはちょっとこう吸い込まれるような感じがしますね。そして苔がないような感じで書いてます、ね。まあとここで別の水槽なんですけども、このカメとの魚との共存というなかなか楽しかったですね。今のカメは王ヨコクビガメという。 南米の亀ですねそれからあの結構スクリーンを使って綺麗に展示されてましてこれはあの本当に映像であの大きなスクリーンの中でクジラの説明をしてくれたりとかそんな空間ですね。 まあこういういいカエルも少しいましまたね。でやっぱりお目当ては巨大魚なんですけれどもお目当ての巨大魚まず目に入ってくるのがジャウーは前回あのマニアの小牧さんも飼育されていて、まあ、私も参考のためこういったものがいるとですねどういう飼育をしてるのかとか、まあ、まあこうやってねせやっぱり水族館なんで流木とか入れてるんですよねただただ私の場合はやっぱりこういう何も入れないベアタンクの方がまあ 一般家庭としては買いやすいのかなと思いますけどどのぐらいのね成長がするのか面白いですねあと電球うなぎ、まあ、これなんかはなかなか買いづらいですね我々が買うのはちょっと難しいかなと思いますまあ、し飼ってる方もいますけどねマニアの方でねあとまあオンメアテのピラルク水槽ですねまあよく私がピラルクを水槽で飼育してますとねピラルク見たことあんのかと水族館で見たことあんのかって っていいいうコメントたただいたことがあるんですけど私はもうピラルクは大ファンでね水族館行くと、まあ、どこにピラルクいるとかいろいろどの個体がでかいとかいろいろ昔からマークしてますんで当然ながらピラルク見たことなくて飼ってるわけではないんですけどもやっぱ水族館の飼育と、まあ、一般家庭のピラルクしし、まあ、飼育というのはまた別で考えてた方がいいかなと思いますけれども、まあ、こんなにでかくなるということを自覚してやっぱりさすがと思うの がこれ飛び跳ねたら陸地に上がっちゃうんですけどまあいいんでしょうねきっとねあの水族館は常に監視されてるのでねだからまあ要するに上が思いっきり開いてるわけですよねでこれであのまあ、飼育下でよくあの蓋がぶっ壊されるっていうこういうのはですねやっぱジャンプは絶対すると思うのでうまくこうやってるんだと思いますただ24時間で管理してるわけじゃないと思うんで夜中は人はいないと思うのでまあどうしてるのかなっていうのは気になりますけどもねあとまあ結構 あのこ,のこのピラルクのいる水槽とかこの領域っていうのはですねあの大きな音んですよね 温室の中にあの池があるみたい池がいくつもあるみたいな感じのところにガラスが入っているみたいな感じで音質の中を覗き込むように通路があるような感じになってますね、まあ、ちょっとイメージがつきづらいかもしれませんけども、まあ、なので向こうが、まあ、庭みたいな感じで向こう側のこところにはあの広い温室の中に植物がいっぱいあってっていう感じになってるんですね。 まあこうやってディスカス、エンゼル、こういったものもすごく優雅に泳いでます。やっぱり広い空間で魚を飼うっていうのは素晴らしいですね。シルバーアロアナもたくさんいましたね。小さく見えますけど、一匹一匹の個体は結構大きいですね。ただ古い水族館に比べたら、まだ魚たちが新しいのかなと。まあ、去年オープンしたばっかりなので、 まあちょうどねコロナのところでオープンしてますんでまあ、これからあのいろんな魚が充実したりそれから年次を重ね重ねてですね魚たちが年輪を重ねていくというそんな感じなのかなというふうに思いますね。まあ、私はこの水族館とても楽しめました。ピラルク水槽も楽しかったですけども何と言ってもこのパンタナの,この空間これが素晴らしいですね。 ということで魚マニアの方特に淡水魚巨大魚を飼われている方はなかなか面白い水族館だと私は思いますぜひですね川崎駅の本当に目の前駅前にありますのであの jr 川崎駅というのはとても楽しいですね楽しい駅ですねあの ラゾーナ川崎とか、まあ、本当に一日遊べるエリアですので、まあ、私はおすすめだと思います実は私はこの川崎の出身でございましてですねあの実家が川崎にありますですのでたびたびこの川水に行きたいと思いますありがとうございますチャンネル登録もぜひよろししくお願いします。